るまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。え？これどうすればいいの？前田香織の突撃リポートでございます。皆さんお久しぶりです。声優界きってのリポーター前田香織でございます。よちょっとね、見慣れた場所ではございますが、今日こちらの現場に来ております。なんとも、噂に名高い関東の風神雷神という通り名がある、あのお二人の二人組の今回ユニットさんのリポートをさせていただくということで、関東の風神雷神ですからね。いやー、これはまたどんな方々が出会えるのかというところもすごくね、楽しみがございますけれども、お早速こちらのスタジオにやってまいりました。402、さあ入っていきたいと思います。いや、行きたいと思います。今までずっとね、扉の方でいろいろもたってましたけど、もう大丈夫です。こちらの扉もう私は絶対に開けることができます。行きますよ。はーい、ちょっと待ってくださいね。あ、始まって、ちょっと待って。はい、ということで入っていきたいと思います。めっちゃ軽快な音楽聞こえますよ。あら。よしいいこと起こるわ。ご覧の皆さん、こんにちは。ハローモエの、あ、間違えた。アミューモバはチャンネルしてないんです。聞いたのに。アミューモバはチャンネルじゃなくて、8割やってるからね。時を戻させていただき、時を戻そう。アミューモチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。じゃあハローモエの岩田春樹です。ハローモエの小泉真子です。よろしくお願いします。お願いします。さっき30秒前ぐらいに聞いたの。分かる、うん。まあ、2回目の今回取材ということですけども、そうね、え、あの マイケースのマーメイド、発売自体をされてるんです。そうですね、されております。ありがとうございます。皆さんね、もう聞いてくださっていますかね。ということで、じゃあ改めてちょっとあの聞きどころだったり、好きな曲の好きなポイントとかちょっとお聞かせでなってほしい。あの作詞は、まあ、先ほども言ったとおり、三森すずさんがね、してくださって、いやもう本当に全体的にもう一文字一文字、一フレーズ一フレーズがマジで可愛くて、本当にか、なんかそんなキュンキュンしちゃう。そうなんだよね、なんか夏のキラキラ感とか、なんか女の子ってやっぱ夏可愛いじゃん、なんかそういうなんか一瞬の輝きみたいな。え、三森さんがその作詞を担当されたっていうのは、なんかそのお願いというか、なんかでも三森さんも、まあ、私たちがね、こう春萌えとしてこう、あのここにキャニオンで出させていただきますなっていうのは、レーベルメイトになるので、そうだ、そう、で三森さんにはいつもお世話になっているし、お伝えしようと思って、春萌えで
しますって最初、ファーストシングルの前からね、そういうことになりましたって伝えてて、すごい、わー、楽しみって言ってくださって、私いつか作詞したいなって言ってくださったんですよ、ママさん側から。そうだったんだ。いつかしてほしいです、お願いします。でもすごい夢のような感覚だったんです。めちゃめちゃさ、有言実行でお互いの夢が叶ったんですよ。そうってことですよね。芸人リポーターしだす。そう、セカンドシングルで、もう夢が叶ってしまって、次のシングル、三森鈴子さんに作詞していただくことになりました。もうですか？もうなの？そうね、だってまだね、なんかせめてなんかもうちょっと経ってからかなと思いきや、いつかあったらいいなって思ってたら、うん、こんなに早く叶ってしまっていいですかって。いや、すごい、言われてみれば確かに 海とか夏とかね、やっぱ美穂さんすごい似合う方なので。確かに、ね、そう、だからすごい嬉しかったですね、うん、いや、そうだよね。そう、すごい曲の中にね、結構波の音とか、うん、泡の音とかもすごいいっぱい入ってて、すごい聴いたら夏気分を味わえちゃう。個人的に衣装すごい好き。嬉しい、可愛い、めっちゃ可愛いんですよ。なんか振り付けとかもさ、うん、さっき撮影されてた、うんうん、結構激しかったですね。結構ね、うん、ジャンプしてます、ね、これジャンプする。どこだろう。あ、それこの朝か、この朝やってたから。やってたから。やりやすい。え、なんだ、あれ、あれ、なんだ、そんなのがあったかな。あったっけな。まあでもすごいジャンプはたくさんしてる、うん、え、あれ結構さ、そうだね、うん、歌いながら曲自体はすごく楽しい感じで、うん、でダンスがやっぱりそう波のような激しさもあるじゃないですか、うん、大変だよね。そう、でも私たちまだ MV 撮影でしかダンスしてないから、うん、まだちゃんとダンスしながら歌ったことがそうなくて。そうなのか。ダンスだけでも結構汗かくんだけど、うん、歌ったら私たちどうなっちゃうんだろうね。そうそう、まあちょっと未知の世界で、そっから、うん、でもお二人はもうね、もうライブのプロフェッショナルだけど、いやいや、まあ、でもそういう意味ではこう挑戦みたいなところもあるから、まあ、うん、すごい楽しみ、うん、え、好きな振り付けのとことか、なんか見てほしいとことか。いっぱいある。いっぱいある。どうする、まず最初から。でも私は、まずゆっくりゆっくり。でも私は、こう、泡表現してる。あー、え、かわいい。泡表現してる。そう。ジャンピンとかね。あ、ジャンピン。フィーリンとかね。あら、かわいい。私、あと2番の、この2人でね、波を越えて。え、すげえさ、二人、あ、なんか二人一つのダンスが結構多かったりするので、息を合わせてね。だからどっちかが間違えるとすぐバレるって。あの検査のところ二人で鍵カッコ作ってる。検査く、あ、本当だ、こっちの子だ。絶景スペースビーチ。はい、これもエンターキー。エンターキー最後に。絶景スペースビーチをね、検索してます。歌詞とリンクして、そう、バターシーンとかね、めっちゃ可愛いな、ダンスも、うん、ねえ、ねえ、天才、天才、本当天才。いや、本当にそんな中で、じゃあ全然ちょっと関係ない質問なんですけど、うん、夏といえば好きな食べ物は何ですか？夏の好きな食べ物、はい、はい、そうめん。わー、そうめん大好き。そうめん、私もこの前、あのアミューズの YouTube チャンネルで、ちょっとね、あのプチロケに行かせていただいて、うんうん、その時あの車内のバスで朝ごはんにそうめん食べた。食べた。すごかったですよね。めっちゃ揺れてる中でそうめん食べた。その後のあれ何、汁、うん、あ、つゆ、つゆ、うん、全部飲み干してる。え、そう、びっくりしたけどさ、そうめんのつゆって飲まないの、みんな。いや、なんか薄めた、そば湯とかさ、うん、なんか薄めで飲むとかはあるけどさ、あれでそのまま飲むっけ？ストレートで飲むの？ちょっと多いよね。揃えて。あれか、はるちゃんもあんまりつゆが飲まない派なの？ね、つゆ飲む派、飲まない派とかじゃないよ。勝手な派にしてる。違うのよ。何といえば食べ物ある？じゃあ、トウモロコシ。いやトウモロコシって夏なのか。そう、あのね、おじいちゃん家がなんか家のすぐそばに畑があって、なんかいろんな野菜をね育ててて毎年送ってくれるんだけど、うん、この間そのトウモロコシ送られてきて、うん、本当にその丸ごと食べるの、はい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 、え、めっちゃ、あれじゃん、隣のトトロのおじいちゃん。そう、本当にトウモコロシ、トウモコロシ。すごい。そう、私はトトロのあれに憧れて、トウモコロシ、お兄ちゃんにあげるんだもん。ダメ
ねえ、そうそう、ねえ、お母さんにあげるな、ぷいぷい、ぷいぷい、なんでぷいぷいやねん。あ、これです、ぷいぷい。いや、なんかこれね、UFO キャッチャーで撮って最近、うん、あの結構ね、これしかも中いろいろ入るんですよ。え、すごい。いや、なんで、ね、たくさん結構大事なもの入ってる。大事大事。そうそうそう、あ、よかったら喉もね、大事にしてください。じゃあお二人に、はい、ありがとう。二人でそちらに消してください。二人で一つ。ありがとうございます。ああ、でもいいね。すごい挟むの、挟むの絶対違う、入れる場所それ。いや、でもこの曲を聴けばみんなも夏を満喫できますね。うん、いや、そうだよ。お外行けなくても海の音聞こえたり、うん、カップリング曲の2曲もやっぱそもうマーメイドがテーマなので、うん、海の音とか波の音入ったりするので、うん、ぜひ癒されていただければなというふうに思っております。うん、そうです、ありがとうございます。皆さん、ぜひぜひこれからもね、ハルマのお二人の応援よろしくお願いいたします。お願いします。いいね、セクシーだよ。